それではこれよりスペシャルオリンピックスユニファイドスポーツバスケットボールスペシャルゲームを行います。先ほどもご紹介の通り、本日は B リーグホープとスペシャルオリンピックス日本が初めてタッグを組んでお届けするバスケットボールゲームです。知的障害のある人、アスリートと知的障害のない人、パートナーとが混合チームでここ横浜アリーナの舞台で戦います。まずは皆様、コート中央ビジョンにご注目ください。障害のある人たちに年間を通じてスポーツプログラムと競技会を提供しているスペシャルオリンピックス日本は、ダイバーシティの実現を目指し、今後の社会的責任活動においてパートナー協定を締結いたします。ただいまよりパートナー協定の調印式を執り行います。調印はスペシャルオリンピックス日本、三井佳子会長、 B リーグチェアマン大川正明が務めさせていただきます。それでは調印文書の交換をお願いいたします。これにてスペシャルオリンピックスユニファイドゲーム調印が完了しました。ここで B リーグチェアマン大川正明より一言ご挨拶を申し上げます。B リーグの大川でございます。私たち B リーグはファンの皆様に試合を通じて感動をお届けする、そして勇気や元気をもたらしたい、そんなことをミッションとしています。しかし一方で B リーグは開幕以来社会的責任を果たしていこう、そんな思いの中 B リーグホープという活動を始めました。プラネット、ピース、ピープル、オフコートのスリーポイントをしっかりとやっていきます。そうした中、スペシャルオリンピックス日本の皆様と私たちは出会いました。知的な障害がある方もない方も一緒になって日本を、地域の社会を元気にしていく、そんな活動をバスケットを通じてやっていきたい、そして日本を元気にしていきたいというふうに思っています。このあとユニファイドのゲームが行われます。選手たち一生懸命戦うと思いますので、皆さんどうぞしっかりご覧いただいて応援をお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上、スペシャルオリンピックスユニファイドゲーム調印式でございました。続きまして、スペシャルオリンピックス日本ドリームサポーターでございます、
バンクーバーオリンピックフィギュアスケート出場小塚隆彦様よりご来場の皆様へメッセージを頂戴いたします。それでは小塚様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。スペシャルオリンピックスドリームサポーターの小塚隆彦です。僕はですね、フィギュアスケートですけども、スポーツということではですね、真剣にでも楽しむといった気持ちというのは B リーグの選手の皆さんと同じ気持ちを持っていると思います。そしてですね、スペシャルオリンピックスのアスリートたち、これからユニファイドスポーツというのを皆さんに体験していただくわけですけども、そのピュアで真剣に楽しむその姿というのを皆さんに、これからもぜひ応援していただきたいと思います。9月にはですね、スペシャルオリンピックスのナショナルゲームが愛知県で開催されます。ぜひ皆さんにも応援に来ていただきたいなというふうに思っております。そして何より先ほどビジョンにアスリートたちの笑顔があったと思います。笑顔そしていい顔を今後も皆さんぜひ応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。スペシャルオリンピックス日本ドリームサポーター小塚隆彦様でございました。それではここで本日のジャッジを担当いたしますレフェリーをご紹介します。レフェリー大友義彦、アンパイア朝倉大輝、それでは皆様、これより両チーム選手が入場となります。コート中央ビジョンにご注目ください。Number 2, Ryo Matsuno. Number 3, Sa
さゆり藤田 No.6 Your Hair Alpha No.7 花と三上 No.10 Yu 谷藤コーチ陽一フルノヘッドコーチ秋沙四季さあ会場の皆様、いよいよティップオフですよ。皆様、熱い応援よろしくお願いいたします。様はこの度の選手団のヘッドコーチでもあり、スペシャルオリンピックス日本東京で長年ユニファイドバスケットボールのコーチを務めております。それでは四季様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは簡単にですけどユニファイドバスケのルールの説明をお願いいたします。はい、ユニファイドスポーツはスペシャルオリンピックスが開発したプログラムです。知的障害のある人と知的障害のない人が共にチームメイトとしてトレーニングや競技会に参加します。オンザコートはアスリートが3人、パートナーが2人です。今回は見ている観客の皆様に分かりやすいように、知的障害のないパートナーの方にはリストバンドを着用してもらってます。わかりました。ということでリストバンドしている方がパートナー、リストバンドしてない方がアスリート、はい、そういう認識でよろしいですね。はい、さて2対2同点です。いやでも早いですね、スピード感があって、はい、あのルールも完全に普通のバスケットと同じものを適用していますので。おナイスカット、ナイスカット、ハヤト、ナイスカット、ナイスパス、おーフィニッシュ、決まりました。アスリートからパートナーへのナイスパスですね。いいですね、今のディフェンスからの流れ良かったですよ。おこれもナイスパスだ。いやリバウンドも激しいですよね。おお決まった、フクちゃんです。アスリートのフクちゃんですね。フクちゃん、はい、いいですね、これ刀があるんですね。それぞれみんなニックネームで呼び合ってます。あそうなんですね、はい、ニックネームで呼び合う。やっぱりあの知的障害のある人とない人が共に調整するっていう意味では距離感を縮めるためにもニックネームを使ってます。いいですね。おナイスパスですね。これはアウトバウンズ、チャレンジャーズドラッグボール。なかなかこういうコンタクトも激しいものがありますよ。あレッドですね、はい、いやそうですね、今のも結構、はい、ギリギリのところでしたけれど、ナイスプレーです、両チーム。ナイスシュー、はい、アツヤですね、アツヤナイスシュー。ナンバー3、さあレッドが2ポイントリード。マイケル、ここまで見てどうですか。いや普通にレベル高いですね、はい、あのスピード感があって、ではディフェンス、オフェンスともに、しかもあのちゃんと連携プレーというか、そうですね、チームプレーが出来上がってますね、はい、これかなり海外ではユニファイドスポーツっていうのはすごい盛んでして、はい、日本でも今一生懸命あの取り組んでいます。でやっぱりパートナーとして一緒にプレーしてくれると大募集してますね。ちなみに海外ではどのようなあの対戦経験は。そうですね、あの2015年にロサンゼルスで世界大会が行われたんですが、私が監督で行ったんですが、アメリカ、スペインとも戦いました。やっぱりバスケットの強いところっていうのはユニファイドスポーツも本当に強くて、コテンパンにやられましたね、まあ、バスケの本場アメリカでも。そうですね、ユニファイドスポーツやはり盛んであって、まあ、すごく強い、はい、でもそこを
いつか倒すように。そうですね、あの人気も高いので観客の人も本当に楽しんでくれてます。さあ後半戦にメンバーが入れ替わりましたね。変わりました、はい。いいですね、こう気持ちが伝わっています。ここはブラックは追いつきたいところですね。ああ、ナイスカット。いや、追いつきたいところ。ナイスルーズボール。おお、詰めてきた。ナイスティップ。いいですね、上平荒川のショットで同点に追いついた。6対6。今ボールを持ってる彼はバスケットの未経験者ですよ。未経験なんです、はい、誰でも参加できるっていうのはこのユニファイドスポーツのいいところ。このパートナーとして今までバスケはしたことがないけれども、これをきっかけに始めて、はい、そしてこの夢の舞台に立てる、すごいですね、はい、スペシャルオリンピックスの可能性ですね。さあ残り2分を切りました。いや同点ですからね、ここで1本入れるとだいぶ有利に。おお、決まった。ナイスショット。タフショットよく決まりましたね。周平、周平ナイス。黒の9番は日本のスペシャルオリンピックのアスリートで一番大きいですね。あ、そうなんですね。194センチ、194センチ、注目です。今ちょっとガッツポーズをね。そうですね、お、パワープレーゴールした。ナイス拓也、ナイス拓也、ナイスプレー。さあ今ので同点に追いつきました。8対8。残り1分で8対1ですね。コーチたちのどうですか。コーチたちも熱いんじゃないですか。いやー、コーチもそうですね、両サイドから声が響いております。おっと、ここはブラックが入れて2点リード。残り40秒を切りました。7番のブラックの7番の早川ですね、はい、スペシャルオリンピックスの中でも本当にトップレベルのアスリートですね。いや、もう動きが本当にすごいですね。そうですね、あの知的障害のあるアスリートとないパートナー、誰が誰かわからないぐらいのレベルだと思います。いや、かなりレベルが高い、まあ、それほどトレーニング日々されているということだと思います。さあここも決めてきた。翔太、翔太、ナイスショット。さあレッド頑張れ、入れた。モンちゃんですね。残り10秒。モンちゃんナイスシュー。ラストプレー決まった。シューペイバザービーター、かっこいいですね。なんか台本があるかのような、すごい。これで、まあ、試合終了ということで結果は15対10でカルダーブラックの勝利となりました。いや、でも素晴らしいプレーを見せてくれた両チームに今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。しきさん、ありがとうございました。これからも本当活動を応援してますので、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。応援してます。それでは最後に三井会長より一言頂戴いたします。スペシャルオリンピックスは今年50周年を迎えました。今から50年前、知的障害のある人たちは何もできない人って考えられて、そして偏見の中で生きることを余儀なくされておりました。そんな中で創設者ユニス・ケネディ・シュライバーは、知
知的障害のある人たちは何もできない人たちじゃない。ただ何かをする機会、チャンスを与えられなかった人たちだ。彼らにもしチャンスさえあれば、いろんなことに挑戦してそれを成し遂げることのできる人たちだということを言い、そして彼らの可能性を信じてこのスペシャルオリンピックスの活動を始めました。今50年経って170の国と地域で500万人以上の知的障害のあるアスリートがスペシャルオリンピックスに参加をし、そしてスポーツを楽しんでいるというこの事実が彼女の言ったことが正しかったことを証明しております。今私たちスペシャルオリンピックスはユニファイドスポーツという取り組みにかかって力を注いでおります。このユニファイドっていうのは皆様ご存知だと思いますけれども、統合するとか一つになるとかっていう意味がございますけれども、知的障害のある人とない人が一つのチームとしてチームメイトとして日頃の練習を積み重ね、そして試合に臨みます。その中では教える人、教えられる人、支える人、支えられる人の壁はございません。仲間としてお互いを信頼し、そして勝って共に喜び、負けて共に悔しがるという、そういう気持ちを共有いたします。 B リーグホープとスペシャルオリンピックス日本はこのユニファイドスポーツを通して彼らの可能性を最大限に引き出し、そして全ての人が生き生きと自分らしく生きていける世界を目指そうと思っております。どうか皆さんの応援をこれからもよろしくお願い申し上げます。これからは For You の世界ではなく With You の世界、そしてスペシャルオリンピックスユニファイド、バスケットチームのメンバーの皆様に、メッセージを託したいと思います。それは一緒なら何だってできる。どうか皆様とご一緒にこの世界を変えていきましょう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。コート上ではこれよりフォトセッションを行います。以上をもちましてスペシャルオリンピックスユニファイドスポーツバスケットボールスペシャルゲームは終了となります。皆様改めまして両チームに盛大な拍手をお送りください。